はいみなさんこんにちはヨカジェネレーション代表の木造でございますいつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございますはい企画部の池田さくらですよろしくお願いしますよろしくお願いします滞ってるね滞ってますねすみませんええあのー、<laughs> お久しぶりお久しぶりですね、はい、このシリーズね <laughs> 滞ってますね滞ってます息子はあの継続がモットーだと普段から言っておりますがすみませんはい、はい、あのー、久しぶりの撮影でございますはい九、はい、月十月忙しいね、うん いい季節だね、うん、でも暇よりマシでしょ確かにだらだらね、うん、行くよりはこういろんなものがスケジュール詰まって追われるのは良くないけどね何かをこう目指して追っかけていく時の忙しさっていうのは、うん、なんか物事を立ち上げていく時とかね何か,何かを生み出していく時の過程っていうのは忙しさすごく三木蔵は好きです。 ココンサルコース今3期生が来月また卒業を迎えるんですけれども、ね、いよいよ佳境でして、うん、あのいろんな事業が本当に立ち上がって、えー、運営がいよいよ始まって、うん、あのお客様にタッチしだしてるっていうところでございます、うん、だからみんなも忙しそうにしてると思いますけれどもキゾ、まあ、も負けないようにあのいい忙しさをねこの秋皆さん過ごしていきましょうということで、はい、今日も。 ご質問が来ているようなので答えたいと思います。はい、はい、じゃあ早速紹介します。うんえー、RYT200 のコースを復習・受講することについての見解をいただきたいです。うん、インストラクターになるためだけではなく、ヨガの学びを深める目的で、うん、A 先生のところで、うん、RYT200 のコースを終了しました。その後、別の先生（ B の先生の教えも受けたいと考えるようになりました。うんうん 特にヨガ哲学の教えは先生によって異なると思うので純粋に興味があるからです、うんうん、生徒としてクラス参加するだけでは深いところまで学べないので B 先生の「 RIT に100を受けようかと考えています。うん、ただ費用が40万円かかるので踏み切れないでいます。A 先生のところでも40万弱かけたので合計80万。金銭面で躊躇する自分がいます。二、うん、つ目の RIT200 コースを受講するよりも B 先生の通常のレッスンに通いながら自分なりに学びを深めるので十分でしょうか。見解をいただければ幸いです。なるほど。 <laughs> すごい具体的だね。<laughs> あのど、誰のコースを検討してるのか、うんうん、すごい興味があるぐらいですけれどもね。うんうん、まあ、今四十万って言ったら、多分一番高い。そうですね。ヨジネで四十万以上ってある、うん。ある、うん、あります。オッケー現場とかだったら。あ、そういうことか。はい、なるほどな。そうっすね。あの、多いです。正直、うんうん、データとして、まあ、嘘をつくのもあれなんで、多いですね。その。 要はね、えっと、まず2回受けることを僕が進めたたりり否定したりはしはません、えっと、なぜなら、えー、学びたい人の自由だからですあのそれはやめといた方がいいよとかそれ絶対した方がいいよっていうどっちの意見もあっていいと思ってるので僕が「受けた方がいいよ」「やめといた方がいいよ」とはあんまり言いたくないというか言う必要がないのかなと。ただ あのー、r y t っていう言葉が出るとやっぱり常にこの言葉を言わなきゃいけないのがやっぱり今ね多分ねもうこれ実数はね裏で調べたら出るからね、はい、r y t の協の会のサイトに行ってガチャガチャやると出るから多分200コースぐらいあるんですよ日本に。で、あのー、これね 今から2回目の RYT を検討する人も聞いてほしいんだけど、うん、今から1回目の RYT200 を受ける人ってもっとちゃんと聞いてほしいんだけど、うん、あのやっぱりね高い買い物をする時には何でもそうねマンションとか車とか、うん、絶対にもっと調べて買った方がいい。うんだったら なんか、乗り心地もそうだしその燃費もそうなんだけどリ、うん、リセーールバリューもあるでしょ。うんうん、マンションなんてもう中の構造なんてめちゃめちゃ違うわけだから、うん、同じ表記がね、うん、何千万何千万で同じでも中全然違うってことがありますでもう,もうその業種問わずそういうことが起きるんだからヨガの資格講座こと RYT って200コースある、ねうん、中で全然違うから。うんあの もう <laughs> 全然違うから <laughs>。そう、これはどっちがいいというよりは、もう全然違う。うん、で、あの、要は、うん。今。あの、むちゃくちゃにな、ことになってますよ、一部。うん、あの、六万九千八百円とかっていう表記も、最近よく見るぐらいだから。あの、そういうのは、安いものです。だから、それを否定したら、僕は業界ひ、否定。論者になっちゃうから。 良い,い悪いってという言い方はしませんでも安いものは安いです、うん、という言い方で汲み取ってください。指導歴そのメインティーチャーの子もねあの5年未満じゃないかな、うん、そういう講座ってね、うんえっと。僕は存じ上げないですあのいつどこでどういうふうにヨガを勉強されたのかも知らないあの人がそれをやっておられるので知らないです。ただ、えっと、中身は 僕は教材を見たわけではないので、はい、断定できませんがそれを受けた人の言葉はいいいっぱい聞いてます、うんえっと、何も学べなかったっていうことが多いそうです。でこれはその安物買いのなんちゃらかんちゃらって日本語があるように、うん、あのまあね否定したくないから資格はもらえます多分試験もないんです実際そういうところは。だからももう僕が明日受けても多分 先生になります。<laughs> 先生になれるっていうのはどういう意味かって言ったら、うん、r. i T. の症状。なに、修了証はもらえるということです。うん、だから、それを目的に行くんだったら。その、なんか、編集時とかの通信、は、教育とも何ら変わりないっていことを言いたいんです。だけど、今日のご質問者って、多分ヨガを深めたいんだよね、きっと。真面目に、ちゃんと。うんうん、で、三十万四十万するコースをちゃんと払って、学び切りたいって思ってるってなるんだったら。 ちゃんんと調べていい養成講座を選んだ方がいいです、はいあのヨガジネも今56タイトルあるんじゃないですか、はい、で全部ちゃんと面接を受けに行ってどの先生メインティーチャーに会えないあのセミナーはやめといた方がいいと僕昔から言ってますけどメインティーチャーにいろいろ質問してどういう類のヨガだって RYT200 ってさメインティーチャーがやってる流派がそれぞれ違うから中身が全然違うんですよ。うん、そう あの本当にゼロから包括的にヨガを、うん、あのなんとか日本人が学びたいんだったら僕はあのちょっと確かにあの。 敷居は高いんだけどあれは何でそこまで僕が「イッシュタヨガ」ってマククミコ先生のそってそこまで言うかって言ったら僕は200講座のプログラムとかのうち多分全部なんか見てないよ見てないけど僕は日本で一番 RIT を見てるでしょプログラムを。でその僕が多分一番イッシュタがいいって言ってないのよ。日本人が 真面目にヨガを学びたいっていう人いるじゃないその人は絶対一種だおすすめだっていうのはそういう理由だけど例えば50代60代でそういう対象にやりたいんだったら真美先生とか三輪先生の講座めちゃめちゃおすすめとかっていうふうにだけどそれぞれの色があるわけ女性に角度を持ちたいんだったら三島真香里ちゃんのやつめちゃめちゃおすすめだしそのなんだろうな えっと、もう少し若い世代で今のリアルなヨガの現場を知りつつやりたい、うん、しかも海外の思考も入れたいって言ったらマイコちゃんの RIT とかおすすめだし、うん、アイルベーダーに特化したんだら深まりちゃんとかっていうふうに、ん、僕らは何かって言ったら RIT に一つ一つ真剣にこう角度を立てて作るからそういうラインナップがあるんですよね。うんうん、で2回目 受ける人実際に多いんですよ最近、うん、特に多分ヨガジェネレーションは多いと思う、ね、あの他社の講座を受けられて、うん、ちょっと学びたいものが学べなかったからこっち来ましたっていう人は非常に多いと思います、うん、だけどおっしゃる通りお金がかかるんです 2>、うん、ね2回 RIT を受けるというわけのわからないことがやっぱりお今多くなってる現状があってそれは僕らもうーんって思いますけど、まあ、それは受ける人の自由意志なんで、うん、ダメとは言えないんです。 でこの方の質問に的確に答えるんだったら、まあ、どのね養成講座を検討されてるか僕分からないんだけど多分レギュラーレッスンに通ってても学びたいこと学べませんこれは言い切っときますそりゃそ,そうじゃんレギュラーレッスンはヨガレッスンプログラムだからだから60分でも90分でも受けたらアーサナ主体だからそのレッスンになっちゃうわけ、うん、ヨガのアーサナレッスンだからそこで哲学を学べないとは言えないけれども。 えと哲学をちゃんとプログラム化された教材ではないので、うん、レギュラーレッスンっていうのはそこでは多分学学びたいものは学べないいと僕は思います、うん、なのでお金っていうもので学べないんだったらその先生僕はどなたか存じ上げませんけども例えばさっき言ったイシュタヨガのマック久美子先生だったらイシュタヨガのプログラムはやっぱり30万40万するわけ、うん、だけどそれ高くて2回目だからってなったら。 久美子先生とかの場合、まあ、他の先生もそうだけどワークショップいいっっぱいやってるわけ例えば哲学のワークショップとか瞑想のワークショップとかリストラティブのワークショップとか、えー、とテーマ別クラスっていう意味では哲学の話とかも入ってくるからそういうところにあのもう当たりをつけていろんな講座に出るっていう方法があります。な、うん、なのでどううししててててもお金がブロックとして大きくて出れいいっていう場合はこ、ま 小回りになったワークショップとか集中講座をその先生の主催で探して受けるっていうのがまあ一つま案かなと思まます。はい。で、あまあっあま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 あるとじゃまあまあ、えー、万かけるま講座受けてまあ万がヨガ界では高いってされるわけヨガ界ではそれはめちゃめちゃ高いよねってなるわけだけどこれは僕は ヨガのビジネス講座を、ね、やってる身としては僕はヨガの世界にちっちゃい世界にとらわれるとそこは高いってなるんだけど、うん、プロという体を見ていくプロフェッショナルの領域を広く捉えると、うん、果たして理学療法士さんとか鍼灸師さんはいくら使っていくらの時間お金を使ってそこに立場に立ってるんだろうかっていう視点がもう一個あるわけ。い、うん、いくらぐらぐ使ってると思う 前,前からか覚えてるうんどれぐらいだと思う300<万>そう最低が300万ぐらいで高かったらやっぱり500万ぐらい使ってるわけそれで国家資格まで取って、うん、いろんなあのワークショップとか適宜受けて、うん、で理学療法士とか新規資産取ってからがまたいっぱいの研修がかかるから、うん、まあやっぱりそ総額300から500万ぐらいになるわけうん、うん、だけどヨガの世界はもう80万の時点で「たっけ!」ってなるのが僕らの世界なの。うん ってことはどういうことかって言ったらヨガの一般の、えっと、イメージとしては4 5 0万払ったらヨガの先生になれるんでしょって思ってるかもしれないけれども本当の体のプロの領域っていう意味ではそんんなななな金額と時間でなれるわけないってみんな思っててみ思ます。だからずっと周りの業界からヨガは下に見られるっていうのが今まで起こってたわけでこれが今後変わるかもしれないなと思ってるのは。 インドのモディさんが長期政権今なってインドが結構ヨガとかねアイルベーダーに本気を出してるからこれが世界基準でその伝統医療とか伝統医学がスタンダードになってくると日本でもヨガの大学はできるかもしれないっていう噂はちょっと聞いてるでこうなるとおそらくその水準になっていくわけ年間で万万から4年制の大学を出たら大体350万から400万は最低でもかかるっていうふうな いわゆる他のプロの領域とスタンダードになってくるだろうっていう可能性が出てきてるんですだけどもう一回昼がって今のところヨガっていうのは6万8千円ぐらいまで成り下がっっちゃってるでそんなのは紙ですただだから紙欲しかったらそれ受けた方がいいよだからそれ否定したくないんですよただ中身ははっきり言って僕プロ目線から見てないです あのー、ないいと思います、うん、だから断言できると思うでそれは30万とか40万の講座の内容はそれだけの価値があるって僕は断言できる、うん、だけどそれを2回受けるのが80万かかるっていうのをまあ確かにヨガ界では高いとされるけれどもそれをプロフェッショナルとしてどう捉えるかっていうのは、えー、受ける側の自由意志です、うん、ちなみにピラティスは80万では取れません、うん、取れません。 あのマシンピラティスっていうのは段階があると聞いててだいたい全部受けるとやっぱ150万とか200万ぐらい大方かかってでそれに対してピラティスの、えー、リフォーマーとか器具を導入するとプラスまた200万円ぐらいマックスかかるっていうのも聞いてますのでなんかこうヨガは今どんどん値段がダンピングで、えー、とそういうふうに下がっちゃって内容が希薄か薄くなってっていうふうによくない傾向にあります。 だけどピラティスの世界はよく頑張ったんだなと思うのがここの根崩れを起こさなかったんですんえ今後起きますよ。ビジネスになっちゃったからピラティスは。一大市場になろうとしてるからこうなるとまた変な輩がバーって参入していい加減なことをしてピラティスもそういう値段まで落ちるっていうのは僕は外野として多分そうなるんだろうなどうやって対応するんだろうなピラティス業界はって見てるけれども多分不可避だと思います。そ,うそれだだけけ市場が大きくなるからねだけど ヨガっていなのはであの何、ー、だっけその質問に今的確に答えようとしていろんなことを喋りましたけれども、えー、もう一回3040万払って受けるのもよし、うんえー、小回りにして集中講座を選んで受けるのもよし一旦じゃあその先生に1年間ぐらいレギュラークラス通いながら、うん、その先生の うんとヨガに対するスタンスを勉強しながら言葉の意味例えばスートラとかギータとかねあのベーダとかねいろんな言葉の引用をされるでしょうそれ自体はもう本とか翻訳が出てるわけだから自分でしっかり時間を使って勉強する分には本題の2,000円で済むっていうような学びにはお金をかけて学ぶ方法もあるしお金をかけずに学ぶ方法があるっていうのは僕が最後に言いたかったことっていうことですね。 ただおお金をかけてててて払うっていうっいいのは全てにに時短になるあとは短縮になる要はあの分かりやすくようやくで学べるからすごく飲み込みが早くなるっていうようなやっぱりそこに優位性があるのかなっても思いますので、まあ、いい講座いい師匠に出会われて学びを継続していただければと思います。 <laughs> ありがとうございますなんかこの方が文章を見てると、うん、インストラクターになるためではなくヨガの学びを深める目的でっていうふうに書いてあるのでもしそうでなかったら本当と美樹さんがおっしゃってたように、うん、あの細切れで学ぶのが、うん、あの指導者さん的にもこう端的にこう、うん、角度のついたものを学べるのでいいのかなと思ったんですけど。もって言ったら今思い出したけどその需要が増えてきたから11月からの一種多ヨガが。 指導練習要素を省いたヨガの要素だけをギュッてやったレベル1っていうのを初開講します。ここに載せておきますね。すねやばい。それあんまり最近言ってなかった。そうなんです。最近この手の,あの需要が増えてきたから指導者になりたいわけじゃないんだけど そのヨガの本質をしっっかりと学びたいんですって特に「石田ヨガ」は結構あの試験とかがちゃんとあるからテストがあのそれがもうストレスで私先生になりたいわけじゃないのでっていう人が多かったからじゃあでも久美子先生の教えってさ本当に真っ当だから包括的に学べるからって言ってそうなんですレベル1。 前半の3分の2ぐらいをビュッとしてだから価格もギュッと3分の2の値段になってますでこの人が指導資格を欲しかったら3分の1を付け足して、うん、後にもしくは受講中に気が変わったら後半も受ければ、うん、RIT 指導資格をもらえるっていうようなまあかなりあのユーザーのニーズに寄り添ったコースリリースされてますのでよかったらチェックしてみてください。はい、今後、ね、増えるかもしれないねねそう はい、なのでぜひ、あのーね、ご自身のための学びだと思うので、うん、しっかりこう自分がどこまで金額使えるのかっていうのも、うん、またお財布と相談しながら、はい、ぜひ学んでいきたいですし<ひ>ちょっと最後になりますが、えー、ともろもろちょっと。 告知じゃないですけど <laughs> す最近あなたなんかそのためにとい, <laughs> い,いうか <laughs>、うん、大事な告知で11月に浜松にみきさんが行ってそれもそうだし、えー、と昨日ですねちょうど公開させていただいたんですけれども、うん、えと来年の1月の13かの祝日にちょっと東京開催久しぶりに現場でやろうかなと思っており<ー> <laughs> と思まして、はい、<laughs> それも公開させて。 ていただいております。オンライン毎月あるんですけど、ああちょっと現場開催ってあんまりねかなかなかないので、ぜひちょっと浜松行 <laughs> くぜー。<laughs> それは <laughs> あとそれで言ったら12月にオフ会決まったよね。忘年会。はい。オフ会もやってます。覚えてる日に行って。覚えてないね。22かな。22。12月の22の夕方5時から80名限定の。 あの大忘年会オンライン飲み会をしますということでオオンンラインオフ会第2回目やります前回すごく盛り上がってまたやってほしいっていう声がねすごくありがたいことに頂い,いたのでやりますのでねまあもろもろここに忘れないように概要欄載せておきますのでチェックしてみてくださいということで皆さん秋は涼しくなって動きやすいただね乾燥がちょっと激しくて体調崩しやすいので。 皆さんご自愛くださいねということで皆さん頑張っていきましょうそれでは皆さんまたお会いしましょうでは,では